はい、こんにちは。発酵調味料教室講師の早川です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は旨味調味料は悪なのかそれとも善なのか、こちらについて解説をしていきたいと思います。味の素などに代表される、いわゆる旨味調味料というものなんですけれども、これはですね、日本ではもう多くの飲食店で、当たり前のように使われていますし、スーパーに売られている調味料とか加工食品、だしの素とか、そういったものも含めてほとんどの加工食品に使用されています。しかしですね、ネットなどの情報を見ると、旨味調味料っていうのは危険だから、体に良くないからですね、食べない方がいいよという人もいます。で、反対に旨味調味料はもう安全性が認められているんだから食べても全然問題ないですよ、大丈夫ですよという人もいて、極端にこう意見が分かれているという印象を受けますよね。で、最近だとホリエモンがですね、結構旨味調味料に対して声を大きくしているというか、何個もですね、動画を出していたりしていますし、あと料理研究家のリュウジさんっていう方がですね、ちょっと騒がれたりとかしていますよね。旨味調味料を使ったレシピなんかをこう、発表されている方なんですけども、そういった有名な方がですね、いろいろこう言っているので、一体どっちが正しいのか、本当はどっちなのかっていうところが気になるなっていう方も多いかと思います。なので今回は旨味調味料は実際体に害があるのかないのか、その真相について詳しく解説をしていきたいと思います。このチャンネルでは発酵食や食と健康についてのお役立ち情報を発信しています。概要欄に記載してあります公式 LINE に登録していただくと、美容とか健康に役立つ5大プレゼントをお渡ししておりますので、ぜひそちらを受け取ってください。ということで、まずはその味の素なんかに代表される化学調味料とか、旨味調味料というものですね、は何なのかといったところなんですけども、以前はですね、その味の素みたいな化学、調味料のことですね、その味の素に代表されるような調味料のことを化学調味料というふうに呼ばれていたんですけれども、最近ではですね、その化学調味料じゃなくて旨味調味料というふうに言われるようになりました。それが一般的になってきているんですけども、それなんでかっていうと、やっぱり化学調味料っていうと化学的に作られたものみたいな感じで、ちょっとイメージが悪いので、化学調味料じゃなくって旨味調味料というふうに、言うように変わったということなんですね。で、旨味調味料で最も有名なのが、味の素という商品で、あとハイミーとかもですね、結構有名だと思うんですけども、これがですね、その単体で売っているものもあれば、いろんな加工食品の中に入っているっていう場合もあります。で、これが加工食品とか、お弁当、お惣菜、そういったものに、食品添加物として、含まれていると、その商品の裏を見ていただいたときに、調味料、括弧アミノ酸などという表記で、書かれています。で、何に入っているかっていうと、お菓子とか、インスタントラーメン、あとは加工肉、ハムとかソーセージですね、そういったものとか、インスタントのお味噌汁なんかにも入っていますし、冷凍食品全般的に入っています。あとカレールーとかですね、本当に多くの加工食品に使われていまして、裏の、原材料名見ていただければ、大体ですね、調味料括弧アミノ酸などというふうに書かれているものが多いので、見ていただくと分かるかなと思います。で、このそのですね、調味料括弧アミノ酸などのアミノ酸などという表記なんですけども、そのアミノ酸っていうのはグルタミン酸ナトリウムというもののことを指しています。で、アミノ酸はグルタミン酸ナトリウムなんですけども、アミノ酸などって書かれているそのなどの部分は、じゃあ何なのかっていうと、それはですね、イノシン酸というものとかグアニル酸というもののことでして、
イノシン酸はですね、鰹節なんかに含まれているいわゆる旨味成分、動物性由来のものの、旨味成分のことをイノシン酸と言います。で、グアニル酸ですね。グアニル酸は何かっていうと、これはキノコに含まれる旨味成分ですね。いろんなキノコ、椎茸をはじめとしたいろんなキノコがあるんですけども、そのキノコ類から取れる旨味成分のことをグアニル酸というふうに言います。で、メインはですね、グルタミン酸で、グルタミン酸ナトリウムでして、で、味の素という商品もですね、 97.5% はグルタミン酸ナトリウム、いわゆる MSG、 海外では結構 MSG っていう、3文字で言われたりするんですけども、そのグルタミン酸ナトリウムがメインの成分だということになっています。で、その、要は旨味成分が固まってますよ。で、メインはそのグルタミン酸っていう旨味の成分で、あとはグアニル酸とかイノシン酸とかっていう旨味もちょっと入ってますよという感じですね。で、そのグルタミン酸ナトリウム MSG というものなんですけども、それって一体何なのと、言いますとですね、グルタミン酸ナトリウムのグルタミン酸っていうのは、旨味成分として知られているアミノ酸の一種です。で、これはですね、1908年に東京帝国大学の池田教授という方が、発明したというか発見した成分でして、そのグルタミン酸っていう成分が旨味物質であるということが、そこで証明されたわけなんですね。で、それ以前はですね、人間の味覚っていうのは甘味、塩味、酸味、苦味、この4つが基本要素だというふうに考えられていたんですけども、これに旨味が加えられて5味というふうになったということなんですね。で、その旨味っていう成分が発見されたことから、いろんな研究が、されてきて、で、そこから生まれたのが、味の素みたいな、この旨味調味料というものなんですね。で、その味の素に代表される旨味調味料ですね、はどういうふうに作られているのかと言いますとですね、そのグルタミン酸に水酸ナトリウムを加えて中和させて、グルタミン酸ナトリウムというものに、変えているというか、そのグルタミン酸ではなくってグルタミン酸ナトリウムっていうのを、作り出しているということなんですけれども、そもそもグルタミン酸っていう成分は昆布とかに代表される海産物ですね、海藻なんかに多く含まれている、天然の成分です。で、海藻類によく含まれていて、それ以外も肉類とか、野菜とか果物とか、キノコ類ですね、そういったものに自然にある食べ物に多く含まれている成分でして、旨味成分としてだけではなくってですね、人間の体の中で、いろんな働きをしてくれる成分っていうのがグルタミン酸です。人間の体内でですね、どういう働きをするかっていうと、神経伝達物質として働きますので、こう脳を活性化したりだとか、する効果が結構高いので、認知機能だったりとか、あと記憶力にもこう影響があるような物質なんですね。なので、人間の体にとってグルタミン酸という成分はもともとあるし、こう脳の働き、特に脳の働きなんかには非常に重要な成分で、必要不可欠な成分というものなんですね。なんで、グルタミン酸っていうのはですね、いろんな食べ物にもともと含まれている天然のものですし、人間の体にももともと存在している物質なので、特にその悪いものでも何でもないというわけなんです。むしろ人間の体にとってこう必要な物質なのが、グルタミン酸というものですね。で、しかしですね、その旨味調味料というものの、主成分である
グルタミン酸ナトリウムっていうのと、今言った天然の食べ物とかに、存在しているグルタミン酸というものは、これこの2つは名前はまあほぼほぼ同じなんですけども、グルタミン酸ナトリウムとグルタミン酸は全く別のものというふうに考えなければいけないわけなんですね。そこをまず理解しておく必要があります。でですね、どういう違いがあるかなんですけども、例えばその昆布に含まれているグルタミン酸っていうのはですね、人間がそれを摂取すると体内でゆっくりゆっくりこう分解されながらゆっくり働いていく、まあ、いろんな働きをしてくれるんですけども、とにかくまあゆっくりゆっくり働いていくということなんですけども、それに比べてグルタミン酸ナトリウムというものはですね、もう直接的にダイレクトにすぐに体に作用するというのが特徴です。まあ、そういった違いがあるわけなんですね。でこの違いはですね、分かりやすく言うと、糖質で例えてみるとですね、同じ糖質は糖質でも、精製された白砂糖と炭水化物、まあ、それぐらいの違いがあるということなんですね。それぐらい体への作用が違ってきます。わかりますよね。精製された白い砂糖を食べた場合と、炊いたお米を食べた場合、ご飯を食べた場合ですね、それって体に、与える影響ってすごい差があるんですけども、まあ、それぐらいの差がグルタミン酸とグルタミン酸ナトリウムにはあるということなんですね。まあ要はですね、その味の素に代表されるグルタミン酸ナトリウムというものは精製された砂糖みたいなもので、昆布なんかに含まれている天然のグルタミン酸っていうのは、まあ、玄米とか、まあ、玄米まではいかなくっても、まあ、炊いたお米と同じぐらいの、感覚ということになります。まあ、精製された白砂糖とか、まあ、その砂糖だけじゃなくって、精製塩とか、あとは、まあ、麻薬なんかも同じ部類になると思うんですけれども、いわゆるですね、白い粉ですね、白い粉っていうのは要は精製度合いがすごく高いものなんですね。なのでもともとの、まあ、塩もそうですし砂糖もそうなんですけども、砂糖きびからできてますよね。もともとの成分にはそんなに害はないんですけれども、それがどん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 こう生成を重ねていく、高度に生成されることによって、その人間がそれを取った時に体に与える影響が全然違ってくるというわけなんです。体にこうダイレクトに作用するようになっていくので、まあそこにちょっと問題があるといったところですね。でですね、その味の素というものの製造方法とか、あと原料は何を使用しているのかといったところなんですけども、まあ、まずそのグルタミン酸っていう旨味成分ですね、旨味成分のグルタミン酸が豊富に含まれている食べ物は、さっき言ったみたいに昆布とか、わかめとかの海藻類ですね、とか、あと野菜だとトマトとか、ニンニクなんかにも多く含まれています。でじゃあそういったものから、グルタミン酸ナトリウムをですね、こう抽出して味の素っていうのを作っているのかっていうと、実はそうではないわけなんですね。じゃあ何を原料にしているかっていうとですね、味の素の原料になっているのは天然のサトウキビです。サトウキビ、まあ、もしくはトウモロコシだったりとか、あとキャッサバっていう芋ですね、東南アジアとかで取れる芋があるんですけども、まあ、そういったものを原料にしています。でこれらはですね、そのサトウキビとかトウモロコシとかキャッサバとかっていうのはですね、まあ、どの原材料をとってもグルタミン酸はそんなに含まれていない食べ物なんですね。じゃあどうやってそこからグルタミン酸を作っていく、グルタミン酸ナトリウムをですね、サトウキビからどうやってグルタミン酸ナトリウムを作っていくかというと、これがですね、1950年代に共和発酵さんがですね、グルタミン酸生産菌っていう菌ですね、微生物です、グルタミン酸を作ってくれる菌っていうのを発見しまして、で、その
ハイミツ糖って要はサトウキビをこう絞って砂糖を作るんですけども、そのサトウキビをこうギューって絞った時に出る絞りかすであるハイミツ糖っていう糖があるんですけども、それを発酵させることによってグルタミン酸ナトリウムを作る技術っていうのを開発したんですね。でその強発酵が、まあ、そのグルタミン酸生産菌っていう菌を見つけて、でそれによってでサトウキビからグルタミン酸を作れるよみたいなことをやり始めたわけです。でその実際の味の素の作り方っていうのは、その味の素のサイトに分かりやすくこうイラストで書いてあります。でそれを見るとですね、まずはサトウキビなんかを絞って糖蜜を作りますと、まあ、ハイミツとハイ糖蜜ってやつですね。で、その絞った糖蜜を発酵させますと、発酵菌がその糖蜜の中の、糖分をグルタミン酸に作り変えますよというふうに書いてあります。そして、次はですね、その、作り変えたものを使いやすいように、グルタミン酸ナトリウムという形の粉状に、変えていきますよ、というふうな、作り方ですよっていうのが、まあ、ざっくり書いてあるわけなんですね。でそれを見るとですね、まあ、ざっくり言うと天然のサトウキビを発酵させてグルタミン酸を作って、で最終的に使いやすいようにするために、まあ、それをちょっと粉状にしてますよみたいな感じなので、まあ、それを見たら、あ、じゃあ、まあ、天然の原料を発酵させているっていうだけなので味噌とか醤油とかそういったものと同じだよねみたいな風に思うかもしれないんですよね。まあ、それだったら安心だよねっていう風に、まあ、ちょっと勘違いしちゃうっていう方も多いのかなと、思うんですけども、実はまあそれは間違いなわけなんです。ね、何が間違いかっていうとですね、まあ、発酵していると言ってもですね、やっぱりその味噌とか醤油とかとは全く違う、ものなんですよね。まあ、そもそもまあ発酵っていろんな種類があって、まあ味噌とか醤油みたいな食べ物を美味しくするとかそういう、使い方もありますし、まあ、工業的な利用をされるっていう場合もあるので、まあ、発酵って一口に言ってもですね、その全部がその味噌とか醤油みたいなそういったものではないといったところもあります、し、まあ、そのウェブサイトに書いてある作り方っていうのは、まあ、結構はしょっているっていうか、かなりまあ省略して書いてあるんですね。まあ、分かりやすく書いてあるわけなんですけども、まあ、どの辺省略されているかっていうとですね、まずそのサトウキビから絞った糖蜜には結構不純物がいっぱい含まれていますので、グルタミン酸ナトリウムだけをこう自然に抽出するというか、まあ、それを自然に生成させるっていうのは、まあ、難しいわけなんですね。でじゃあ何をやっていくかっていうと、まあ、化学的な薬品っていうのをどうしても使っていく必要があるわけです。何を使うかっていうと、まあ、硫酸アンモニウムだったりとか、あとペニシリンとか、塩酸とか、あとはまあ界面活性剤ですね。まあ、そういった、まあ、界面活性剤ってあれですね、洗剤とかに使われるようなやつなんですけども、そういったまあ化学薬品を使用しているわけなんですね。であとはまあ雑菌が結構発生しやすいので、それを防ぐために抗生物質も、まあ必ず使うというふうに言われています。やっぱりそういった化学処理をしなければ、サトウキビを単純に発酵させるだけでグルタミン酸ナトリウムを作るっていうのは、まあ難しいわけなんですね。で、まあ、砂糖ってもう元々まあいろんな不純物がこう混じったそのサトウキビから作った汁からできているんですけども、それを砂糖ですね、白い粉砂糖にしていくためには、まあ、かなり何回も何回も精製するっていう過程を経て、作られていくわけなんですけども、まあ、いわゆる化学処理ですよね。そういったものをもう
かなり何回もしてやっとああいう白い砂糖ができるといったところなので、まあ、それと、まあ、同じような感じでやっぱりその味の素みたいなうまみ調味料っていうのもそういった、まあ、原料はちゃんと天然のサトウキビなんだけれども粉砂糖あの白砂糖と同じようにかなりの、生成工程を経ているっていうところとあとは化学薬品をいろいろ使っていますよといったところですね。でまあ、ここまでの話を聞いたらやっぱりうまみ調味料ってうまみ調味料って言ってるけどやっぱり化学調味料だよねっていうことが、まあ、分かるかなというふうに思います。でじゃあそのうまみ調味料のグルタミン酸ナトリウムは結構その世間では体に害があるものっていう認識が結構一般的に広まっているんですけども、まあ、なんでそうやって害があるのかって、言われているのかというとですね、まずはそのグルタミン酸ナトリウムの摂取が危険と言われる理由の、最も有名なものはですね、1968年にですねアメリカで起きた中華料理症候群っていう、まあ、事件みたいなものがあります。でこれはですね中華料理を食べた後に、まあ、頭痛がしたりとか顔面がこう赤くなってしまったりとかあと体がちょっとしびれたりとかですね、まあ、そういった症状が出た人が大量に発生したという事件ですね。でまあ、それが結構まあ元になっていて、欧米ではですね、まあ、現在でもこうノー MSG 要はグルタミン酸ナトリウム不使用ですよっていうふうに歌ったそういった宣伝文句にした調味料とかが結構売られていますしあと中華料理店なんかもですねうち のお店はですねノー MSG ですよみたいな感じでちゃんとバーって書いてあるみたいなお店が、まあ、今でも結構たくさんあります。でまあ、タイとかですね東南アジアとかでも結構そのノー MSG って書いてあるカップラーメンみたいなものとかも結構見るんですけども、まあまあ、一部の国ではやっぱりそうやってグルタミン酸ナトリウムをもう危険なものとして、使いませんっていう運動が あるわけなんですね。で、まあ、その最初にその中華料理症候群っていうものが起きた後もですね、さまざまな研究でこのグルタミン酸ナトリウムには人間の体にとって害がありますよという結果が発表されていたりするわけです。で、まあ、そういった研究結果があるっていうだけではなくって、やっぱり人によってはもう実際にそのグルタミン酸ナトリウムを取ると少量でも舌がしびれてきちゃうとか、そういうなんかリアルに体に反応があるっていう方も結構いらっしゃるんですよね。この敏感な方はですね、だから、まあ、私も結構そういうタイプなんですけども、特定の化学調味料とかを取るとすっごい舌がピリピリして1時間ぐらいずっとピリピリしちゃうみたいなことがあるんですけども、要はそういった、まあ、特定の化学調味料とかに敏感な方っていうのはやっぱり自覚症状としてすぐに現れるので、やっぱりこれってあんまり体に良くないんだろうなっていうのが、まあ、感覚的に分かるということもあります。で、まあ、そういったことを言うとですね、やっぱりそんなの特定の人だけでしょとか、まあ、あとはその大量に取らなければいいんでしょ、まあ、要は過剰摂取しなければ問題ないんでしょっていうふうに言われる方も、多いかと思います。でそれについてなんですけども、やっぱりそのうまみ調味料を肯定する方々、要はホリエモンとかその料理研究家のリュウジさんっていう人とか、まあ、そういった有名な方がですね、結構そのうまみ調味料を肯定されているんですけども、そういう方々の意見だとやっぱりその、まあ、他の添加物と同じようにですね、もう極端な量を過剰摂取しなければもう問題ないですよというふうに言っている方が結構まあいらっしゃるんですけども、まあ、確かにそうかもしれないんですけども、そこで問題になるのがグルタミン酸ナトリウムという物質はですね、塩と違って味がしないというのが、ポイントなんですよね。なんでまあ塩の場合はですね、例えばその塩いっぱい入れすぎちゃうと明らかに味がしょっぱくなる、辛くなるみたいなことがあるので、わあなんかしょっぱいっていう風になって、あまり入れすぎないっていうことがまあできるわけなんですけども、グルタミン酸ナトリウムというものはですね、大量に入っていても味がしないんですよ。その
うまみってうますぎて無理みたいなことないじゃないですか。しょっぱ塩だとしょっぱくて、あもうこんなしょっぱいの食べれないとかあるんですけど、うまみっていうのはもううますぎるからこれ以上うまいの無理とか、そういうのふうには感じないわけなんですよね。なのでグルタミン酸ナトリウムを大量に入れていてもわからない、気づかないわけなんですね。なので知らず知らずのうちに大量に摂取してしまっているという可能性があるわけなんです。で多くの加工食品にもこの調味料カッコアミノ酸などという名前でグルタミン酸ナトリウムっていうのが使用されているんですけども、それぞれのその食品にですね、インスタントラーメンとか冷凍食品とかそういったものにどれぐらいの量、含有量がどれぐらいなのかっていうのは商品のラベルの表示見てもわからないわけなんです。量は書いてないのでわからないわけなんですよね。なので、まあ、知らず知らずのうちに大量に取ってしまっているっていう可能性があるというわけです。で、まあ、特に注意したいのはですね、ラーメン屋さんとか、中華料理屋さんですね、まあ、そういったところはですね、もう大量にグルタミン酸をナトリウムをですね使用しているっていう、ところが、まあ、ほとんどですので、ラーメン屋さんとか中華料理屋さんっていうのは、まあ現状としてかなりのグルタミン酸ナトリウムを使用しています。なのでしょっちゅうラーメン食べてるよとか、しょっちゅう中華料理屋さんで外食してますよという人はですね、知らないうちにグルタミン酸ナトリウムをこう大量に摂取してしまっているという可能性があるわけです。で、まあ、日本人はもう本当にそういったグルタミン酸ナトリウムが多く使われている外食に慣れてしまっているので、まあ、入っていないともう味が薄いとか、まあ、味が薄いイコールまずいですよね。そういうふうに感じてしまう人が、まあ、結構多いわけなんですね。まあ、要はそれって舌が麻痺している、味覚が麻痺してしまっているという状態になっています。なんで、まあ、ラーメンとかですね、中華料理なんかの味が濃い外食を多くしているっていう方はですね、そのうまみ調味料の味に慣れてしまっているので、濃い味でしかもう美味しいっていうふうに感じられなくなっちゃうということなんですね。でそれはですね、やっぱりその外食産業の、策略と、言えるようなことでして、まあ、要はですね、そのうまみ調味料を大量に使うことで人々の味覚を濃い味を好きなようにさせてしまう、要は中毒にさせてしまうということです。でその味の中毒にさせることによって、何回もこうリピートしてそのお店に来てもらって、で売り上げを上げていくと、まあ、そういう、ビジネスモデルというか、まあ、戦略なわけなんですよね。でやっぱりその人っていうのはそれまあまたそういう戦略に乗ってしまって、どんどん濃い味が、好きになって、まあ、繰り返しそういったお店に行ってしまうというわけなんですよね。まあ、ラーメン屋さんっていつも行列ができていますけども、そこにはやっぱりそういうからくりがあるわけですよ。ラーメン屋さんからそのいい匂いがしてきて、その匂いっていうのがもう中毒になっていて、あこの匂いがしたらもうすごい食べたいみたいな感じになって、ラーメン屋さんのその行列ができているところにわざとそういう、まあ、なんか扇風機とかつけたりして風を吹かして匂いを広めて拡散して、人々をこう並ばせるように仕向けているみたいないう、ことなんですよね。で、まあ、ちなみにですね、そのうまみ調味料以外にも人を中毒にさせる味、まあ、物質っていうのがあって、それは、砂糖だったり、まあ、植物性の油ですよね。そういったものもですね、中毒性があるので、それもやっぱり外食産業では多用されます。油が酸化した時に、出る独特の匂いってあるんですけども、あれってまあ気持ち悪い匂いなんですよね。なんですけども、これがですね、その外食の味に慣れている、もう中毒になっちゃっている方にとっては、その酸化した油の匂いっていうのが美味しそうな匂いっていう風に感じるんですね。揚げ物屋さんだったりとか、ハンバーガーショップとかですね、そういったところの前通るとなんかすごい独特な匂いがしますよね。あれっていうのは植物性の油が酸化して、出ている、まあ、匂いなんですけども、その匂いが
なんか、あれなんか嫌な匂いだなとか、ちょっと気持ち悪い匂いだなっていうふうに感じる人は、まあ、中毒にはなっていない、まあ、正常という、状態なんですけども、逆にそれを、なんかちょっと美味しそうな匂いする、お腹空いてきたなみたいな風に感じる人は、やっぱり完全にそういった、ものの中毒になっているという状態なわけなんですね。はい、ということでですね、まあ、旨味調味料が善か悪かどっちなのかという話なんですけども、まあ、これはですね、もう最初の方に言った通りでして、結論としては、まあ、個人的にはあんまり取らない方がいいというふうに思っています。まあ、もちろんですね、たまに外食で取るぐらいでしたらいいと思うんですけども、毎日のように大量に摂取してしまうとか、あと家庭で作るこう毎日の料理にの味付けにですね、味の素を使うとか、まあ、そういったことはやっぱり避けた方がいいんじゃないかなというところですね。で、味の素とかハイミーみたいな、いわゆるうまみ調味料ですっていう、なんかそれ単体っていうものはなんかあんま使わないっていう方もですね、スーパーとかに売っているいろんな調味料っていうのを使っている方っていうのは多いと思うんですよね。例えば、塩コショウっていう商品だったりとか、ただ単にその塩と胡椒を単体で使うんじゃなくて、塩胡椒ってやつありますよね。塩胡椒とか、あとだしの素、あとは中華味の素みたいなやつとか、鶏ガラスープの素とかですね、コンソメ、そして、まあ、カレールーとかシチューのルーとか、そういうルー系ですね。あとは、まあ、ドレッシングにも、入っています。まあ、そういった、普段一般的に家庭でよく使われているような調味料にも、実はそのうまみ調味料とか入っているわけなんですよ。無添加って書いてあっても、まあ、そのうまみ調味料に似たようなもの、例えば酵母エキスとかですね、そういったものが必ず、まあ、入っていますので、味の素みたいな、ものは使ってないよっていう方であっても、そういった一般的なですね、誰もが使っているような調味料を使っていれば、まあ、必ず、まあ、そこに入っているので、要は日々うまみ調味料を摂取しているということになるわけなんですよね。なのでやっぱりそういったグルタミン酸ナトリウムをあまり取りたくないなっていう方はですね、そういった調味料も見直していく必要があるということになります。で、私がですね、普段使っている発酵調味料はですね、まあ、そういった市販のいろんな味がする調味料っていうのを一切使わなくてもいいぐらい、まあ、十分すぎる旨味っていうのをもたらしてくれる調味料ですので、まあ、手作りをしてですね、発酵させていく調味料なんですけども、めちゃくちゃ簡単に作れますし、すごくその体に悪い成分っていうのが入っていない、しかもめちゃくちゃいろんな料理に使えて、すごく美味しい旨味成分が、まあ、ギュッと詰まった調味料ですので、まあ、興味がある方はですね、そういった発酵調味料を仕込んで、一家に一つ置いておいていただくっていうのがすごくおすすめです。で、その発酵調味料っていうのはですね、代表的なものでいうと皮脂油というものなんですけども、その皮脂油の仕込み方に関しては別の動画で、まあ、いろんな、ね、レシピとかも載せていますので、そちらも概要欄にですね貼っておきますので、興味がある方はぜひ見てみてください。ということで、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。美容と健康に役立つ5大コンテンツをですね、無料でお渡ししておりますので、概要欄に記載してある、公式 LINE の方に忘れずに登録をしておいてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。